こんにちは、朝5時です。晴れていて鳥がいろいろ鳴いてますね。気温は23度です。デルフィニウムの二番花があちこちで咲いています。綺麗ですね。6時になって曇ってきました。ヘメロカリス娘盛りと水仙です。娘盛りは今日は3人娘ですね。黄金鬼ユリそろそろおしまいに近いようです。カノコユリブラックビューティーとのコラボもそろそろおしまいになってしまいそうです。ブラックビューティーの方はつぼみもたくさんあって、とても元気ですね。黄色いヘメロカリスに何かいました。2、3ミリの大きさですね。多分ハエトリグモの子供だと思います。グラジオラスピンクレディ、小さな蜂が来ていますがカマキリは見つかりませんでした。オニユリは花が咲き出してから3年くらい経つと1メートル60センチぐらいになりますね。タイタンビカスピーチホワイトです。たくさん咲いています。タイタンビカスブライトレッドも、咲いてきてますね。少し風があります。タイタンビカスローズです。とても大きな花ですね。タイタンビカスピンクも咲いています。ちょっと空が暗くなってきました。こちらの黄金オニユリの花も残りわずかとなりました。オニユリの花はまだしばらく楽しめそうですね。たくさん咲いています。つぼみもたくさんあります。アジサイアスペラ後期です。小さな花雲がいたので見ていたんですが、なんとオオカマキリが下の方にいました。多分昨日グラジオラスにいたカマキリが移動してきたんだと思います。グラジオラスピンクレディとアジサイアスペラ後期、5、6メートルしか離れていません。ここがグラジオラスですね。そして小さなオニユリがあって、アジサイアスペラ後期、これです。夏の庭ということで雑然としていますが、少し風があるのでまだ過ごしやすいですね。まただいぶ乾燥してきました。もう一度、これがアジサイアスペラ後期ですね。ヘメロカリスフランツハルツ、まだまだ咲いています。ヘメロカリスタスカウィラティグレスも大きな花を咲かせていますね。デルフィニウムにマルハナバチの仲間だと思うんですが、飛んできました。10時になりました。晴れてきましたね。気温は 32.5 度あります。日向は35度になってます。黄金鬼ユリ、青空がバックだと綺麗ですね。下の方がアガパンサス、そして鬼ユリと黄金鬼ユリがちらっと見えてます。日差しがとても暑いんですが、オオカマキリいるでしょうか。日陰にいましたね。上からだと全く見えません。ヘメロカリス娘盛りと水仙です。3人娘、綺麗な色で咲いてますね。青空です。今日はもしかして猛暑日になるかもしれませんね。今咲いているユリは暑さに強いと思います。年々大きくなっていますね。青空をバックにしたタイタンビカスピーチホワイトです。早朝と雰囲気が違いますね。これはローズですね。こんな風に咲いています。ブライトレッドは最後に咲き始めたのでまだ花数が少ないですね。これはピンクです。風に揺れています。箱入り丸尾です。あくびしましたね。今日も暑くなりそうだにゃと言っています。今日はこの辺で、バイバイにゃん。